武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、鳥取大学の、入試について話していきたいと思います。鳥取大学ですが、まあ、国公立の中でも医学部と獣医、まあ、農学部の獣医ですね、が両方ある、大学となっています。で、学部学科の再編、がありまして、地域学部の一部が農学部に、まあ、募集人がちょっと20人程度動くという形になっています。まあ、プラスその2学部が学部学科の統廃合がされているという形になっています。そんな鳥取大学ですが、センターで必要な点数がだいたい5割中盤程度から6割中盤程度が前期では必要。まあ、医学部の保険だと、まあ、7割、近く、必要となっています。で、医学部医学科、に関しては8割後半。で、獣医、に関しては、まあ、8割程度、必要という形になっていますので、やはり医学部と獣医が、ちょっと、難易度は高めという形となっています。そんな、鳥取大学ですが、各科目の勉強、英語、数学、物理、科学、生物、小論文、と話していきたいと思います。自分が見たい科目を選択してください。